はい、今日はね、3月の23日でございます。柳瀬川に行ってね、釣りをしようと思います。なりましたね、乗り換えて柳瀬川に行きます。今回はニコ生したりバッテリー切れで肝心な場面が撮れなかったボツレベルの動画ですが、とりあえず釣れたのでメモ的にアップした程度の動画ですので、あしからず。福山通路なんかメルメルが変わりましたね。東福山あ、なりますから急行に乗り換え四季まで移動します。今日も動物鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。次は浅川です。黒目川です。いつかここに釣れる。途中通過する柳瀬川様はお乗り換えください。式でございます。はい、柳瀬川でございます。もう桜散っちゃってるね。じゃあね、買い物をしてね、それから柳瀬川に向かいます。サミットの前ですけど、大チャリがあるいや、便利になったな。まあ、今日はちょっと乗りませんけどね。はい、ちょっとね、買い物をしました。ただここね、人がいっぱいいるんです。食えないんで、河原に行って食べようと思います。せっかく撮ったので、しばし柳瀬川河川敷の桜の花をご覧ください。私の動画は日記動画、Vlog なのであしからず。ちなみに河川敷は工事中で入れませんでした。ここから先は立ち入り禁止になってますね。なんで橋を渡ってね、対岸に行こうと思います。いや、いい天気だ。はい、ちょっとね、このバス停でね、飯を食います。河原は折れれないし、人多いんでね、ここで一つ食べます。じゃあこのゼロのアイス、うまいですね次はこの素焼きミックスナッツ食べると思います。素焼きなんでね、塩気もないです。素朴な味だと思います。あ、うまい、うまい、うん。次はね、あらかじめ持ってきてたこのマクロビアです。いただきます。うん、うまい。コーヒーで締めます。お花見でございます。釣り場へ移動します。ここも入れなくなってます。交差点から橋を渡って対岸に行くしかないですね。紫外線質です。強いです。橋ですね。
しい道路を作ってますということだそうです。周辺環境をチェックです。ここにあった草木が全部一掃されておりますね。鯉の魚影を発見しましたこれパンプカレー普通に釣れそうだな。スミレまで咲いてる。あ、なんか小魚がいっぱいいるな、ここ。とりあえず仕掛け作ります。ブレイズを回るではね、まずはミノを投げてみると思います。フエルコではね、このスプーンを投げてみると思います。今日はね、このミニ三脚とネックマウントしか持ってきてません。なので基本このネックマウントを使って撮影しようと思います。釣れそうにないんでね、適当です撮影ここ初めて来た、この場所。あ、適当に投げていますかね。でも投げます。こんな感じ。止めてるロケもちゃんとアクションしてくれてます。次はスプーン投げます。以前ナマズを釣った場所へ移動します。あ、鯉がいた。まあ、ちょっと投げてみるだけ投げてみましょうか。今日はちょっと下流の方に下っていこうと思います。歩いてね。長靴履いてるんで、ちょっとここ入れますか。稚魚がなんかいる。この辺からちょっと投げてやってみようと思います。目の前にでかい鯉がいます。4月頃かな、ここは。なんかそんな気がする。ブラックバスいるとしても。じゃあ下流の方に、ね、移動します。撮影はもうカットします。せっかく撮ったので釣り場周辺の様子をご覧ください。ここナマズがいそうだなってね、 Google マップ見て思ってたんですけど、釣りはできそうにないですね。まあちょっとあの辺りでやってみましょうかね。水門がある、網があるな。亀がいた。亀、いい感じのマシじゃん。魚影はないねしかも浅い。まあ、ちょっと軽く投げてみます。まずはミノかな。顔の中入ります。どう見てもいなさそう。多分登場する。そこに鯉らしき魚いるね。とか鯉だろ。魚影が全くないです。鯉は見かけます。ニコ生する前にね、一回だけこのスプーン試します。今度はパン持ってこよう。パンプカしよう。おお、なんかここも潔な水路だね。しかも深い。小魚がいる。東武東上線の橋桁の近くです。メモ的に撮影しております。柳瀬川の駅のそば、浅いですね。流れが速いし、魚影が全くないです。もし何か釣れたらね、動画アップします。ではどうも。あ、そう、上の方でね、濁り釣りました。
ただ今はなんか濁いらしき魚影もない。鯉だけ。あとは丸太ぶらしきのを見た。餌ならもう鯉とか釣れるよ。鯉いるんだけど。あ、なんか釣れた。あ、もしかしたら末がかって釣れたかもしれない。あ、釣れた釣れた。やば。あの、玉目とか何もついてないんだけど。丸太じゃないよ。鯉だよ。鯉の末がかって。タオをね、曲げすぎると折れちゃうから。あ、はいはい。見えました。背びれにかかってる。釣れがかりです。結腸から下流には、鯉以外に丸太類もいましたね。あ、悪い。柳瀬川駅下流に位置する富士見橋へと移動しました。はい、今ねもうすぐ4時なんですけど、バッテリーが 1% なんでドドッと喋りますけど、このベピミノでね、ニゴイかウグイか分かんないけど、ね、追いかけてきてました。まあ、釣れるには至ってません。ちょっとバッテリーなかったんでね、動画撮れてなかったですけど、ベピミノでねニゴイ釣れましたよ。ニゴイやった。いや、ニゴイくんでも嬉しいよ。ニゴイが釣れました。いや嬉しい。久しぶりに釣れたよ、ニゴイ。うん、危ない危ない。バッテリー切れで撮影できませんでしたが、この後さらに2匹ニゴイを釣りました。こんな感じでこの日の釣行は終了しました。そろそろオイカワや他の魚の部位も濃くなると思うので、また気が向いたら釣行しようと思います。ちなみに翌日も釣行しましたが、そのメモ動画は明日か明後日アップします。おはようございます。今日は3月2日でございます。次のメインはこちらです。今これはよりよりのパクチーでございます。今日はこれで撮影します。久しぶりの春を咲いてるでございます。梅の花が咲いてますね。もう島赤塚のため池公園の梅祭りは今年も中止なんですけど、西高島平でございます。久しぶりって感じの場所ですけど、この前あのね、埼玉に自動車で行ったんですけどね、新大宮があります。慣れてないとね、どう行けばいいか分かんない人多いと思います。まあそれが言いたかったです。ちょっとだけテスト、今から8倍ゾーンです。8倍 B さんは見えません。荒川大調整地配信班、荒川さんでございます。ここでね、仕掛けを作っていきます。テキサスリグであります。こんな感じかな。ワーマーはこれを使います。これでいきます。ちなみに彦根、ね、まあ琵琶湖でやった時にね巻き直したんですけどね、全然色落ちしてませんよね。荒川線になると色落ちします。めちゃくちゃやばいです。なんか俺の子供かなんかちっちゃいわね、たくさんいたいな。見るのないでると思います。今ね、ニコ生してたんですけど、鯉か何かを忘れかかって終わりました。こんな感じでこの日の荒川温泉釣行は終了しました。ご視聴ありがとうございました。ではでは。